昨年8月に誕生いたしました赤ちゃんパンダの最近がやってきております。ジャイアントパンダ、お父さんは子育てには参加をしません。お母さんのみが子育てを行います。ただいまのお時間、外の運動場で過ごしておりますが、気温が上昇してまいりましたら屋内の運動場へと移動させていただく場合もございます。お写真撮影される際にはフラッシュは必ずオフでお願いいたします。設定方法ご不明のお客様がいらっしゃいましたらお手伝いいたしますので、近くのスタッフまでお声かけください。本日時折、強風が吹きますので、帽子やパークガイド運動場内に落としてしまわないように皆様お手回り品お気をつけください。現在アドベンチャーワールドでは6頭のジャイアントパンダが暮らしております。そのうちの3頭、お父さんの永明とお母さんの良浜、そして赤ちゃんパンダの彩浜がこちらブリーディングセンターにて暮らしております。彩浜のお姉さんにあたります3頭のパンダ、桜浜、桃浜、結浜はアドベンチャーワールド入り口近くにございますパンダラブというもう一箇所の建物で暮らしております。前後の交代をお願いいたします。一定時間ごとに前後の交代をしていただいております。皆様ご協力をお願いいたします。前列のお客様は少ししゃがんでいただきまして、後ろの方も見やすいようにご協力をお願いいたします。ただいま最日運動場を元気よく遊び回る姿ご覧いただいております。遊び疲れて急に眠ってしまう場合もございます。ただいまの時間は活発に動き回る姿ご覧いただいております。あれママで、うん、あれママで、かわいい、お父さんずっと食うてばっかり。食うてばっかり。それでは前列のお客様、後ろの方との交代をお願いいたします。
ただいま多くのお客様いらっしゃっておりますので、定期的に前後の入れ替わりをお願いいたします。ご協力ありがとうございます。かわいいな。朝日見えづらい位置におります。どうぞ皆様全国交代しながらのご観覧お願いいたします。朝日ただいま運動場の斜面もたれかかって竹をかじって遊んでいるようです。大変見えづらい位置におります。前列のお客様は少ししゃがんでいただきまして、後ろの方も見やすいようにお願いいたします。最近の前混雑しておりますので、交代しながらのご観覧お願いいたします。
快なんだけど。それでは前後の交代をお願いいたします。親子の運動場前、多くのお客様いらっしゃっておりますので、一定時間ごとに前後の交代をしていただいております。
に代わりながらのご観覧ご協力をお願いいたします。
それでは前後の交代をお願いいたします。ブリーディングセンター屋外の運動場、定期的に前後の入れ替わりをお願いしております。恐れ入りますが、前列のお客様、後ろの方との交代お願いいたします。だけがなかったようですので、帰りたそうにしておりましたが、スタッフが新しい竹を追加しております。ゆっくりと竹の方へと向かってきております。竹以外にもリンゴや人参、動物用のビスケットなどおやつとしても与えております。視力はあんまり良くはありませんので、すぐに見つけることは少ないんですが、匂いを嗅ぎながらおやつがどこにあるのか探しております。赤ちゃんパンダの彩浜はまだ竹は食べることはできません。お母さんのミルクのみを飲んで成長しております。というと竹の葉っぱの部分を食べるイメージをお持ちの方が多いかと思いますが、太い茎の部分も食べます。ただいまお父さんパンダの永明、茎を美味しそうに食べております。お母さんパンダの良浜も先ほど運動場にスタッフが竹を、投げましたので、太い茎の方を、食べていくようです。
それでは前後の交代をお願いいたします。多くのお客様、外の運動場、やってきていただいておりますので、定期的に前後の入れ替わりをお願いいたします。また前列のお客様、恐れ入りますが少し腰を落としていただきまして、後ろの方も見やすいようにご配慮をお願いいたします。
気配ね。あそこに入るの？
アドベンチャーワールドにご来園くださいまして誠にありがとうございます。フリーリングセンターでご観覧中のお客様にご案内申し上げます。まもなくいたしますと、外の運動場左側におりますお母さんパンダの良浜は、新鮮な竹の補充と運動場の清掃のために一度バックヤードへと戻らせていただきます。あらかじめご了承ください。ただいまお母さんパンダ良浜と赤ちゃんパンダ彩浜がいる運動場の前、少々混み合っております。恐れ入りますが、一番前にいらっしゃる皆様は腰を低くしてしゃがんでご覧いただきますことで、後ろの方へのご配慮をお願いいたします。より多くのお客様にお楽しみいただけますよう、皆様のご協力をお願いいたします。後ろでご覧の皆様にご覧いただけますよう、一番前にいらっしゃる皆様、申し訳ございませんが、腰を低くしてしゃがんでご覧ください。皆様のご協力、誠にありがとうございます。どうぞ引き続きアドベンチャーワールドでごゆっくりとお過ごしください。
めちゃめちゃ。
ただいま外の運動場に今お父さんパンダの永明とお母さんパンダの良浜、昨年8月に誕生いたしました赤ちゃんパンダの良浜がやってきております。親子の運動場前にいらっしゃいますお客様、どうぞ前後の交代をお願いいたします。ただいま多くのお客様いらっしゃっておりますので、定期的に前後の交代をお願いしております。恐れ入りますが、前列でご観覧のお客様、後ろの方との交代をお願いいたします。また前列でご観覧のお客様は少ししゃがんでいただきまして、後ろの方にも見やすいようにご配慮お願いいたします。皆様ご協力ありがとうございます。先ほどまで良浜と良浜お昼寝をしておりましたが、ただいま起きてきてお母さんの良浜は竹を食べて過ごしております。良浜も先ほど水浴びをしましたので体が少し濡れております。ジャイアントパンダ、暑さには苦手な動物です。この後気温が上昇してまいりましたら屋内の運動場へと移動を行う場合もございます。こちらブリーディングセンターフラッシュ撮影はご遠慮いただいております。お写真撮影の際、フラッシュの設定は必ず発光禁止モードでお願いいたします。設定方法がご不明なお客様いらっしゃいましたら、スタッフがお手伝いいたしますので、お気軽にお声掛けください。
Thank you.
それでは恐れ入りますが、一番前のお客様、一度後ろのお客様と交代をお願いいたします。どうぞただいま定期的に前のお客様と後ろのお客様との交代のご案内をさせていただいております。また本日大変多くのお客様にお越しいただいております。どうぞ前のお客様は後ろのお客様と一度交代のご協力お願いいたします。あ、お母さんもいた。すごいね、お滑りだよ、ほら。また一番前のお客様、お時間となりましたので、一度後ろのお客様と交代をお願いいたします。ただいま定期的に前のお客様と後ろのお客様との交代のご案内をさせていただいております。順番に皆様が一番前でご覧いただけますように、恐れ入りますが、ご協力をお願いいたします。また一番後ろ、通路ですので恐れ入りますが、立ち止まらず広く大きくスペースを空けていただきますよう、こちらも合わせてご協力ください。それでは恐れ入りますが、また一番前のお客様、一度後ろのお客様との交代をお願いいたします。どうぞ一番前のお客様、一度後ろのお客様との交代をお願いいたします。順番に皆様が。
それでは恐れ入りますが、一番前のお客様が一番後ろのお客様との交代をお願いします。どうぞ、ご参加の皆様が一番前でご覧ください。後ろのお客様が後ろのお客様との交代をお願いします。また後ろは通路ですので、立ち止まってご案内いただいているお客様、できるだけ前に詰めてご案内いただきますようにお願いいたします。通路が大変狭くなっておりますので、どうぞ皆様、こちらも合わせてご協力ください。また屋内運動場を行うことは、不動産会社の経営もご覧いただきます。またもっと落ちるんちゃう。ここで永明さん来てくれると。それでは恐れ入りますが、一番前のお客様、一度後ろのお客様との交代をお願いいたします。ただいま順番に皆様が一番前でご覧いただきますように、定期的に皆様に交代のご案内をさせていただいております。どうぞ皆様のご理解とご協力をお願いいたします。落ちる感じが楽しい。ここでエンネさんが来てくれるといいのにね。どうやら最近右の端っこの方で遊び始めますわ。実は最近この遊びがお気に入りのようです。落ちるか落ちないかをいろいろ楽しんでいるようなんです。またサイヒンが下に落ちても、サイヒンはちゃんと上がる場所を知っております。一番左側にはしごがありますので、しっかりそのはしごを使って最後は登ることができますので、もし落ちたとしても皆様ご安心ください。またパンダはとても体が柔らかい動物ですので、木の上から落ちても怪我をすることはありませんので、こちらも合わせて皆様ご安心ください。
1番前のお客様、恐れ入りますが、また後ろのお客様との交代をお願いいたします。どうぞ皆様が順番に1番前でご覧いただきますように、前のお客様は一度後ろのお客様との交代のご協力お願いいたします。どうぞ皆様が順番に1番前でご覧いただきますように、どうぞ皆様のご理解とご協力お願いいたします。
皆様が順番に一番前でご覧いただきますように、数分経ちますと恐れ入りますが、前のお客様は後ろのお客様との交代のご協力をお願いいたします。皆様が順番に一番前にご覧いただきますようにご協力ください。一番前のお客様、どうぞ皆様のご協力をお願いいたします。どうぞ前のお客様、ご協力いただけませんでしょうか。前のお客様、恐れ入りますが交代のご協力をお願いいたします。ご協力いただけたお客様、それでは腰を低くしてご覧ください。
もん。落ちるよ。
お尻向けんといてよ。こっち向いて。こっち向いて。ほら、落っこっちゃった。あらららら。落っこっちゃった。さあ、どうしましょう。さあ、どうしましょう。お母さん、中にいる。中に今。中行っちゃった。新しい雪だるま置いてもらって今日は暑いから溶けちゃうもんね。落ちるよ、ほら落ちるよ、今度は。
また落ちるよ。落ちるよ。あ、お母さんも来た。あら、お母さんも来た。
Thank you.
笑>